こんにちは、実況女神です。皆さん、サイコブレイク前回見ていただきありがとうございました。久しぶりに続編ですね。結構前に出たものなんですけれども、ちょっと久しぶりにサイコブレイクがどうしてもやりたくなったので、早速今日から始めていきたいと思います。今日から始めるのは The Assignment というシリーズになります。ニューゲーム、明るさ調整。どうしようかな。中央のマークがかすかに見えるようにっていうことなんですけれども、ちょっとなんか暗すぎると怖いので、これくらいこのままでいいかな。うわ、怖っ。ちょっと久しぶりのサイコブレイク大丈夫かな。ちょっとまたドキドキビクビクしてます。せっかく前回までどんどん強くしてったと思うんですけれども、また新しいシリーズだから武器とかもあれかな、ないのかな。ちょっと怖いです。彼らは共にあり、だが異なる方法で物事を捉えていた。患者たちの意識が空白を満たすかのように個別の世界を形作っていた。メビウスに加わる決心は？ええ、できています。チャプター1始まりました。もう動けるの？なんだろう、これは最初のあれかな、バスで落っこちたところに戻っているのかな。キットマンの、視点でこの物語を別の角度で見ていくという。事故の時私は一人じゃなかった。みんなはどこに？どこに行ったの？みんなどっちに進めばいいんだろう。なんかアイテムとかありそうだから、もう少しこの辺見てみようかなと思います。みんなはいない。走るのどうやるんだったっけ。これがしゃがむでしょ。どうしよう、全然覚えてない。走るボタンってあったっけ。あ、スティック倒すのが走るみたいですね。うわ、なんか物音がした。怖い。なんだこれ、何、動物の死骸かな。あ、あそこになんかあるよ。レスリーの声がする気がします。してた人だよね、多分最初に出てた。怖い。大丈夫？
ここにいたらまずいわ。ここにいたらまずいけど、アイテムあるかな。うわ、何？怖い。どっから聞こえるの笑い声。怖いよ。これで蹴れるらしいので。今押したのは R2 ですね。まだそれくらいしかできないかな。あ、三角でいいのか。三角だ。なんだ？これな、病院のなんか。KCPD 習字報告書。なんだこれ。あとは何もなさそう。ちょっと気味が悪いよ。で、しゃがむのって、そっか、どれだったっけ、さっき、あ、これだ。あ、やっば。何？もう戻るのは無理だ。怖いよ。ジャンプだった。ここ通れないのかな。ジャンプはできなさそう。かな。どうしよう。初っ端から迷子になっちゃったよ。こっちさっき行ったし、さっき上から落ちてきたし。え？こっちでも進めなかったよ。やっぱりこっちしかなさそうです。よいしょ。ちょっとしばらく操作に慣れるまで、ちょっとまたお見苦しいかもしれないんですが、あれ、どうしよう。どこ行くの。これ壊れる。あ、なんだ、いけるじゃん。バカ。うわ、びっくりした。あ、怖い。何この急に。何、怖い。ちょっとここあれに似てた、なんだっけ、ビッグサンダーマウンテン。そんなはずは。おい、ジョセフ。声が聞こえる。きっとみんな死んだんです。ちょっとクラクラしちゃう、本当に。誰かいる。レスリーだ。落ち着くんだ、レスリー。レスリー、レスリー、レスリー、レスリー・ウィザーズ。何です。キッド、集中してしっかり聞いてくれ。これは重要な仕事だ。我々の行っていることは全てそうだ。分かっています、分かっています。そう信じたいところだが、あとは行動で証明してもらおう。
話の続きだが、ターゲットはレスリー・ウィザーズ。彼はビーコン精神病院の患者だが、それだけではない。ステムを起動するために彼が必要なんだ。彼なしではこれまでの研究が水の泡と化してしまう。なぜです？ビーコンは我々の施設。彼を確保することに何の障害が？レスリーのカウンセラー、マルセロ・ヒメネスが問題なのだ。レスリーを利用して我々の許可なしにステムを動かそうとしている。あってはならない話だ。思い違いは災いを招く。ついてきてくれ。医療スタッフが待っている。あら、こんにちは。どこから来たの？データのセーブ。これでチャプター1が終わったの？なんだろう。この猫がセーブの猫なのかな？ちょっととりあえずわからないけど。ゲームモードセッティング。これなんか動かないよ。これでいいのかな。できたみたいなので、じゃあ戻ります。やっぱり猫がセーブなのかな。よし、ついてきてくれって言われてたので、それではついていってみよう。こっちかな？わ、なんか人がいっぱい。でもこの人顔が消えかかってる。どうしたんだろう。わ、顔がなかった。記憶の中だから。みんな顔がない。怖いよ。かな。あ、誰かいる。看護婦さん、どこに行けばいいのかな。あそこなんか部屋があるよ。立ち入り禁止みたいな感じ。許可された人だけ入れるみたいな感じ。私はダメみたい。それにしても何なんだろうこれ。今度こっち行ってみます。ついてきてって言ったけど、どこだろう。こっちでいいのかな。ここっぽい。よし、やった。この人かな。お待たせ。もしヒメネスがシステムを起動したら君は引き込まれてしまうだろう。そうならなければいいが、念のため汚染を防ぐ薬は用意してある。私を守るワクチンですか？むしろ君の存在を隠すためと言った方が正しい。ステムは我々が開発したものだが、内部にゴーストがいる。そのゴーストを我々はルビクと呼んでいる。彼は我々の侵入を防ごうとしている。薬である程度君を守れるだろう。この人たちが。危険ならなぜ私一人で。一人ではない。君が所属する KPD のチームから同行させる。すべてこちらで手配する。
途中ビーコンでの事件に関する連絡が届くだろう。 KPD の連中に何があっても気にする必要はない。任務において彼らは消耗品に過ぎないのだ。消耗品、ひどいよ。さあかけてくれ。あの少年を連れ戻せ。彼次第で何もかもが変わってしまう。必ず連れて戻ります。失敗したらどうなるか言うまでもないな。我々にとって最も重要なのは忠誠心だ。現代において信頼は貴重なのだよ。だから始める前にもう一度聞く。メビウスと組む覚悟は？覚悟はできています。ならばここからは自らの行動で証明してもらわなければならない。今からカウントダウンする。数え終わったら一連の質問をする。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。では質問を始める。信頼する相手から見捨てられた気持ちになったことは？何今の質問、刺さったままだよ。緑の出てた。誰かいる。カラスみたいなのがいる。何これ。うわ、敵？ねえ誰か。こんなにも嫌だよね。ああ怖い。チェックポイントだ。まだ敵が出てこないのが救いです。こっちに行けるのかな。こっちには行けないの。とりあえず一周してみようか。どこに行けばいいんだろう。あ、こっちに行けそう。懐中電灯だ。開いたよ。なんか出てきそうだね。一体何が。 L2 で。どこに。なんか悲鳴が聞こえてきたから誰かいるのかな。なんか武器出したよね今。なんか音がしたけど、あれないの。武器はないね。早く銃が欲しいよ。脳みそジュースってあるのかな。うわ、これ狙っておく。はい、ただの死骸です。なんか壊しとく。瓶とか割れないのかな。割れない。割れそうで割れないね。こっちは行き止まり。そろそろなんか出てきそうだな。
かな。面白い仕組み。あ、いた。わあ、誰かいた。助けて。誰？やめろ。光はやめろ。光が苦手なの？そこにいて。今そっちに行くわ。誰だ。どっちから行くんだろう。開くかな。鍵がかかっている。他に入れる方法は。ち？こっちも鍵か。ここは何だろう。よいしょ、開いた。ここから通じてるのかな。わ、何？怖いよ。頼む、やめ、よせ。こっち？何何？なんだ？え？何があったんだろう。分かんなかった。あれ、さっきの人死んじゃったの？もしかして話を聞きたかったのに。ここかな。やっぱりなんかひどい。ひどいね。一体何がこんなこと。なんかハイヒール履いてた人の気がします。なんかアイテムは全然落ちてないね。どうしよっか。あ、うわっ、やだ、怖い怖い。者たちの精神状態が弱ってきたため、研究に支障が出てきた。ビーコン精神病院の患者を使った実験を中止し、もっと精神が安定している被験者へ移行することをメビウスの連中は望んでいる。ステムの実用化を急いでいるのだろう。普通の人間の場合、患者たちと同じような世界を体験するのだろうか。精神状態が良好な脳だった場合、体力を消耗するこの実験にどう反応するのだろうか。またあの夢を見た。私がステムに入る夢を。はい。なんだろう、なんか手記読み上げてくれるようになったのかな。ちょっと親切になってる。これなんか上が今開いてたから、なんか上こっちに帰ってったのかな。でもちょっと登れないので。なんか出たよ今、バーマークが、バツが出た。え、敵をおびき寄せてカバー中に四角。こっちよ。ねえ、ないね。ねえ、こっちよ。ねえ、ねえ。こんな技があるんだ。使いこなせるかな。バツをしてカバー内で移動。覗き見る。これ難しいね。ちょっとやってみよう。左のスティックでなんか移動って書いてたけど、できなかった。動かないな。おいでおいで。ちょっとセクシーボイスだった。
こにいるんだろう。こっちよ、こっちよ。全然来る気配ないよ。こっちよ。わ、こっちよ。来た。どうしたらいいんだろう。うわ、怖い。早く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 、死んじゃうよ、怖いよ。早く早く、よかった。何これ、絶対あれにさっきのに捕まったら死んでた気がします。ふう、ちょっとチェックポイント、わっ、よかった。これあの敵かと思っちゃった。何これ、謎解きかな。あ、これ濃いところから多分押すんだ。もう一回最初から。どっちだろう。開いた。破れた手紙、ほとんど読めないよ。あれ、持ち物ってどこに入るんだっけ。ちょっと一通りよし。どれだったっけね。いっか、この部屋は他には何もないかな。わあ、ここ思い出すね。この廊下隠れたりする。わあ、また隠れたりできるんだね。隠れる練習だけしておこう。わあ、絶対なんかある、この部屋で。だっていっぱい廊下があるもん。この中は何もないかな。さあ、そしたらちょっとこの次に進みたいと思います。